こんばんは、歴史家の浜田光一郎です。ついにスタートしました大河ドラマ鎌倉殿の13人、その第1回目、大いなる小競り合いを解説したいと思います。物語は安元元年1175年からスタートします。1175年というと、主人公の北条義時は1163年生まれですから、まだ12歳。義時役の小栗旬さん、いい演技されているんですけども、さすがにちょっと12歳には見えませんでしたよね。20歳くらいに寝ちゃいました。ドラマは義時のお父さん北条時政が京都から大番役を務めて帰ってくる、その歓迎の宴会からスタートしています。でまずこの大番役って一体何なのか。これ大番役というのは、天皇がお住まいになる皇居の警備をする、まあ、そういった職務のことなんです。平安時代には3年勤務でした。だから時政は3年ぶりに伊豆に帰ってきたとドラマの中で言っているんですね。で、時政を歓迎する宴会の最中、何やら不穏な空気が北条屋敷の中に流れていた。それはなぜかというと、あの源頼朝が屋敷の中に潜んでいたからなんです。頼朝は平治の乱で平家に敗れて捕まって伊豆の国に流罪になっていました。1160年に伊豆に流されていますから、もう15年も流人として伊豆にいたということになります。まあ、といってもその間圧迫された、まあ、息苦しい生活をしていたわけではなく、恋愛も恋も結構していたようなんですね。で、その辺のことが書かれているのが蘇我物語という鎌倉時代末にできた書物なんです。頼朝が流人となって最初に恋愛をして子供を設けた女性がドラマにも出てきました。新垣結衣さん演じる八重姫、この八重姫は北条氏と同じ伊豆の国の豪族伊藤助親の娘と言われています。とはいえ、この八重さんが本当に八重という名前だったかどうかは分かっていません。流人となってからの頼朝はこの伊藤助親の下で監視されていたんですが、助親が京都に行って伊豆を留守にしている最中に八重と恋をして、千鶴御前という子供までできてしまう。で、助親が京都から帰ってみると、あれびっくり、知らない子供がいると。で、妻に問い詰めて聞いてみると、八重と頼朝との子供だという。で、助親は平家に組する武将ですから、流人である頼朝と娘が結ばれて子供までできたことが分かれば、どういった攻めが平家からあるか分からないとビビって怒るんですね。で、平の間に娘に勝手に手を出してという、そういった怒りもあったかもしれませんけども、そして頼朝を殺してしまおうとするんです。でもそのことを察した助親の次男助清が頼朝に北条氏の屋敷に逃れるようにと、そういったアドバイスをする。そして頼朝は北条氏のもとに逃れていくんです。ドラマの中では北条時政は頼朝をかくまっていることを京都から帰ったばかりで、まあ、知らないという設定でしたが、蘇我物語によると頼朝が北条に着くと時政は涙を流して屋敷を飛び出してきて、そして喜んで出迎えたというんです。これドラマでは時政はだいぶおもろいユニークなおっちゃんという感じで描かれていましたね。そして頼朝が北条の屋敷にいることを知った伊藤助親が怒って、頼朝を引き出せと北条に攻め寄せてくる、そういった場面がドラマで描かれていましたが、蘇我物語によるとそうしたことはなかったようなんです。ちなみに
伊藤助貴の娘は北条時政に嫁いで義時を産んでいます。つまり伊藤助貴は義時にとっておじいさんにあたる。ドラマの中で義時が助貴のことを実様実様と盛んに言っていたのはそのためなんですね。北条氏と伊藤氏との間には大きな格差がありました。実はこの頃は伊藤氏の方が大きなパワーを持っていたんです。鎌倉時代の歴史書吾妻鏡によると、伊藤氏は数百騎の軍勢を動員できたのに対し、北条氏はわずか数十騎程度、だいぶ大きなパワーの差があったんです。伊藤助貴はドラマの中で大きな顔をして威張っている。そして北条氏はじめ周辺の豪族たちがちょっと卑屈に見えたのは、そうした背景があったからなんです。あと八重姫と義時との関係ですが、ドラマでは義時の一方的な片思いのように見えました。でも実際にこの義時と八重姫がちっちゃな頃から知り合いだったかどうかは分かりません。さあ、ということで鎌倉殿の13人第1回目を解読してきました。このように史実に基づいて大河ドラマを解読していきたいと思いますので、ぜひ今後ともご覧ください。番組を見るときの参考になれば嬉しいです。ではでは、浜田光一郎でした。